イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。おやすみ前に聞いてね。さあ始まりました、イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。イエスハッピーのさやかです。心です。よろしくお願いします。10月19日82回目でございます。ツアー名古屋終わりました。わー、楽しかった。ありがとう。楽しかったね。朝からさ名古屋に向かってさ、朝さまずさ米田行けたじゃん。行けた。名古屋満喫した。私意地でも絶対合間でどこにも行けないと思ったから、ギチギチだったな。朝だけはなんかどこ行くみたいな、デニーズさっきあったけどみたいな、あ米田あるよって言われて、まあ難波にもあるんだけどまあね、名古屋といえばまあ米田、そう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 、発祥のね、そうそう、だから、ね、米田がいいですって言ってちゃんと小倉トースト食べてた。心さんカフェラテしか飲んでなかった、朝さめあの早く起きてさ、パンかじってたの、私。あ、偉い。そうだからちょっといらんなってなっちゃって、食べさそうと思ってちょっともいらないって名古屋食べさそうと思って優しい。そうでライブね、昼はワンマンで夜がツーマンだったね。そう、なんかあの、まあ、今日ね、あの名古屋終わりの次の日、今水で今からエリボンのバースデーライブが始まろうとしてる時に撮ってるんですけど、はい、もう体はもうバキバキ間違いない。今日つぼみとのライブで回復するつもりだから。そうそう、パワーもらいにね逆に来たところあるよね。そう、いつもだったら一日寝てないと回復できんけど、今日はつぼみのライブだと思ってそうそうそう、元気めちゃくちゃ元気の。もうすでにファンサービスをね、はい、してもらってるんで、していただきました。本当に嬉しい。うん、楽しみ。なんかあのリハまた今日も私たちが一番に新曲見るんだって言ってさあちゃんがやめてよ、つぼみに嫌われるじゃん。すごい張り切ってたから見に行こうって。そうそう、一番に一番に見なきゃ。めっちゃ面白かった。行きましょう。それはねやっぱり特権を使わせてもらいまして、ね、かっこいいね。かっこいいね。なんかほんとますますパワーアップしとる。うんうんうん。私が自分らの「はいツアー終わりました」ってね、その話ずっとしてる。思った。完全にツボミのね。いやもうこれもただのファンの話ですよ。言われたもん、なんか寝るラジで、あの、あかんべくんに言われたんだ。山ちゃんはやっぱつぼみさんの話してる時が一番嬉しそうです。そうそうそう、言ってたね。言ってくれてた。毎回聞いてくれてるから、ね、聞いてくれてる。でそんな名古屋の話に戻りますと、お昼はワンマンライブで、イヤハビバンドが初めてついてきてくれて、嬉しかったね。遠征、初遠征なんですよ、一緒に。そう、車はみんな乗れないんでバラバラだったんですけど、なんかメンバーがこんだけいるっていうのがさ、ないじゃん。ないね。いつも2人だからね。いつも2人でマネージャーさんと3人の最小人数で行くからさ、なんか朝から楽屋ワイワイして、してたね、賑やかだったね。なんなら私らが着いた時にはもうさバンドのリハ始まってる。うん、音鳴ってたね。そう。面白かったのが寺井さんがさ、あのライブハウスの上にあんのかな、なんか料理屋さんの、そうそうそう、お店の前で記念撮影してたね。キュートやなと。あの寺井さん半袖で来て寒い寒いって言った。寒いや、私でも凍えたのに。小室さんは寒がりなんで。寺井さん非常に楽しみにしてくれてて嬉しかったね。前日にだって配信1時間2時間ぐらいしてたんじゃない、あれだよね、ダンスリーメンバーと歌ってくれてた、ね、で初めて君らしくカバーするって言って、私ずっとこっそり見てたんですよ寺井さんの配信。イーハビバンドの時とちょっと距離が、あ、距離じゃない、キャラが違う。シュッとラブラブラブの寺井さんだった。なんかわかる気がする。コロさんがさ前回さ、もっとシュッとしたイメージだったって言うからさ、ごめんなさい、今はみたいになってたじゃん。違うのよ、えらいさえちゃんが教えてくれて、私も覗きに行ったんだけど、アーティストさんや、イメージ通りの寺井さんだってなったよね。そう、分かってるはずなんやけど、いつも優しすぎてね。そう、今は愛されキャラの寺井さん、寺チーム。そうそうそう、だからあの配信とかやっぱりラブラブラブの寺井さんだとやっぱの先輩、かっこいい、かっこいいってなる。でも一緒にいる時は寺チーム。キュートキュート、そんだけあの仲良くなってきた。そうだよね、そう思う。緊張してさ、なんか本当にみんなさ音楽業界の先輩だから、この私でも、なかなかこうどこまで踏み込んでいいんだみたいな思ってたんですけど、もうあの楽しく楽屋でもお話ししてくれる、ね、そう、面白かったんださ、あの楽屋で寺井さんが「心ちゃんは何の食べ物が一番好きなの?」って聞いてきて質問してくれて、まあ答えてたんですよ、アイスとパスタとって言ってたら石田君が来てね、「えまだそんな距離な?」って。
初めましての人がそのトークしてた面白かったわ。確かにまだそんな距離だよね。実は2年このさメンバーでイヤハビバンドやってるんですけど、やっぱ先輩っていうのでかなりね、いや私緊張してた、うん、ライブの時間とリハの時間とかってまあ曲をやってるからゆっくり喋るってことがね、うんうん、だってこの2年コロナ禍で打ち上げとかもないし、そう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 、打ち解ける機会がなかったんですよ、うんうん、だから先輩と後輩っていう感じで喋ってたんですけど、うん、そうだね、コンソメプラスとはもう8年ぐらいの付き合いになって、うん、なんかやっぱ先輩という感じはあるんですけど、うん、一緒にこう活動してきたっていう同期っていう気持ちもあって、うんうんうん、あるよね、私は、うん、でかなりやっぱり石田くんとは喋れるじゃん、喋、うん、れるけどさ、今回そのコンソメプラス の、うん、そのベースの石田くんは私たちの曲をずっと書いてくれてるんですけど、うん、イエハビバンドとは全然違うタイプのさ、うん、石田くんバンドマンじゃん、ね、そうね、なんて言ったらいいんだろう、私が嘘ついて、うん、いや地元ではかなりあのイケイケだったみたいですよとか冗談で言ったら、みんながえ怖い人って信じちゃった、そう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 みんなの反応可愛いけど、え怖い人、そうそうそうえ怖い人なのってなってて、嘘ですよって、なんかツッチーはさこう装飾系の王子みたいな感じでふわっとしてる、ふわっとしてるから、だいたいさ4人ともさイヤハビバンドのメンバーの皆さんってさ、うん、優しいじゃん、そうね、ふわっとしてる、だから、うん、石田くんとなんかジャンル違うから、うん、なんかこう一緒に喋ってんの見て面白かった、うん、クラスのグループ違いの男子が喋ってる、そうそう、そんな感じしたよね、うん、優しいけどねなんかこう見た目がやっぱそうそう関西人っていう感じだから、ヒョウ柄似合う感じ、ヒョウ柄似合う、だってさ私がこんだけさやめてくださいよとか言うのさ確かに石田くんぐらいかもしれないやっぱね、コンソメプラスの石井だったらこう同期って感じで喋れるんだけど、うん、やっぱりそもそも楽曲提供してもらってて面倒見てもらってたっていう感情がやっぱ出るんだよね、うんうん、いつまで経ってもデビュー当時の、うん、だから定期的にやっぱライブ一緒にせんといけ、そうだね、あの頃の気持ちを、うん、石田君だって言い過ぎちゃうって言ってたから俺そんな怖ないでやっぱ初心よ、うん、初心を思い返す、ほんでなんかワンマンライブは、うん、昔の曲も歌ってるから、今10周年記念ツアーで、うん、だからいろんな曲を歌おうって言って、今回名古屋公演なんで、うん、名古屋特別版ということで、そのコンソメとツーマンするし、石田先生の曲をね歌ったんですけど、うん、それが久々でめっちゃ緊張してた私、そうなんだよね、なんか昔はさ、うん、もっと私たちもオラオラで歌ってたじゃん、うん、声出してみたいな、うんうんうん、でも今ちょっと大人になっちゃったからさあの時の気持ちをやっぱ思い返そうと思ってね、うん、歌ってたんですけど、歌ってますね、マドンナソングっていう曲があって、うん、その曲って途中セリフがあるんですよ、うん、当時私たちが騎士団さんに憧れて作ってもらった曲なんで、うん、クラスのマドンナを守る男たちの歌作ろうって言って、うん、それをファンと私たちの関係性 に例えようみたいな感じの歌詞なんで、うん、途中であんたたち私らのことどう思ってんだいって聞いて、うん、ファンの人がライブで愛してるぜって言って、そうそうそう、私もだよって言って曲が始まるっていう感じですけど、このコロナ禍で多分一番歌いにくい曲となってしまいまして、そうですね、やっぱ声が出せないからね、一回声出せる時期に聞いたら、どれ一人愛してるぜ言ってくれんことがあって、うん、え嘘でしょってなってついベイベイ始まってからちょっと怖くなって歌いにくくなったよね、え愛してるぜ言ってくれることあるの、今の状況じゃないんだよ、そうそう、みんなえってなっちゃって聞かれた方が誰が行くみたいになって、あれ怖かったね、あれは怖かったですね、うん、そんなことあるって思わない今までやっぱり絶対愛してると返してくれると信じて歌ってたから、そう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 、あの時はちょっとなんかどうしたらいいんだろうと思ったもんねこういうこともあるんだね、ちょっとまだ対応、まだ若かった、ね、あの時の歌、ね、今だったらおいおいおいって言えたけど、あの時はまだ私たちもねピチピチだったから、え言ってくれないのってなっちゃってそうで、ファンの人たちがごめんなんか声出んかったみたいな謝られて、いいのいいのいいの、座りだったしね、そうそう、でもねそれは照れるよね、そうで、それ以来の、うん、なんていうの、声が出せない状況でのだったから、そう
逆に愛してるぜって言ったんですけど、うん、声大きすぎて伸ばしすぎて歌ちゃんと入れんかった私。いや私もドゥルドゥルドゥルが始まったら、うん、私は絶対歌に入るねって言ってたんだけど、なんかテンションもやっぱ上がっちゃってて逆に早く入っちゃって、そういっぺいべ変な感じになっちゃった。その曲をね、うん、歌うからってアンコールね、うん、スケバン衣装久々に着たんですよ。そうですよ、ジャケットでね着たやつ出たら石田先生が見てんだもんびっくりしちゃったよ。入ってきてくるんだもん。気づいてなかったのに心さんが石田くんいるよって言うから、よかったよかったわ。あの21ぐらいのさやかちゃんの気持ちに戻っちゃってねで見てくれてて、うん、でなんかその私があまりにも仁王立ちして腕組んで見てるとか言うから、ちゃんとあの香水プラスのみんなってすごいなんかテレビとかにも出てるしラジオとかもやってるし、 そのバンドだけどすごいバラエティに強いというか、うん、おしゃべりが上手なバンドなんで、うん、ちゃんとあの腕組んで見てくれてたんで、うん、そうそうそうちょっと大げさに絶対やってくれとったよなずっとタレントさんだねって言ってたよね。本当にすごい、あの MC の仕切り方とかね、はいということでって言ってくれるもんねもう番組じゃんって思う、しっかりやってると思って。そう、あとなんかこっちの曲で一緒にやってくれる時とかも、うん、もうすんごいね煽ってくれるんですよ、うん、なんかそれがさすがだなと思う、うん、もうすごかったもん、ダーリンの時。そう、うん、すごい。なんか私たちもいろんなコラボしてきたけど、うん、あんなにこう人の曲とかコラボに対してこう、うん、すごい向き合って、うんうん、一生懸命本気で覚えてくれるって、うん、してもらってる側も嬉しいし、うん、なんかやっぱすごいなと思って、もう芸歴も長いし、うん、なんかいい人たちって思いましたねえ、うん、友美ちゃんも言ってくれてたんだけど、ね、すごい一緒に歌うところとかで背中合わせでこうなんかちょっとキャビキャビできて、うん、慣れたよね。嬉しかった。うん、うん、もうかなり長い付き合いなんで、うん、なんかこう今回もツーマンするってなって、うん、配信も何回もしたし、うん、こう YouTube に出してもらったりとか、うん、コラボもかなりやったんですよ。お互い3曲ずつぐらい覚えて歌って、なんかこんなにツーマンで1曲やってもすごいことなのに、うんね、楽しかったってなのに、うん、3曲ずつってことは、うん、向こうもこっち3曲加入してくれてるから6曲ぐらいやってるんですよ、うん、本当にすごい1個のイベントを一緒に作った感もあって、うんうん、本当に楽しかったし、次はね、あの前に言ってたみたいに2年前に言ってたみたいに透明版で、うん、できたらいいよねなんて言ってるので、そうですね、せっかくね香水プラス東京で活動してて、私たちも関西で活動してるんで、うん、お互いねこう活動してるところで ね迎えてできたらいいなと思ってます、うん、でまた今後後日にあの YouTube にこのライブの模様を上げようと思ってるので、うん、ぜひそれを来れなかった方も見てもらって、うん、オンライン特典会もしようと思ってるので、はい、ぜひぜひあの参加した気持ちになってね、うんうん、あの一緒に楽しんでもらえたらなと思います、うん、そこでもまたねあの感想とか多分いっぱい喋ると思うので、はい、ぜひぜひ楽しみにしておいてください、うん、そしてワンマン、はい、3公演目の、うん、ツアー名古屋編だったんですけど、うん、どうだった？いやなんか会場も初めてのところだったから、うん、なんかどんな感じかなと思ってたけど、すごいなんかなんていうんだろうな、スタッフさんたちも優しかったし、めっちゃ優しかったよね。私なんかこうバンドのメンバーの皆さんともなんか距離が近かったというか、うん、すごいなんか包まれてる感じで心強かったよね。そうそう、心強かった。従えてやってる感が、そうそう、まあ、でも前半がいつものオケだったから、うん、最初はやっぱめちゃくちゃ緊張してたけど、そうなんかリハでバンドのメンバーいた分、うん、2人になった時に緊張するって思った、私も思ったよね。けどなんかやっぱ歌い出したらどんどんエンジンもかかってきたし、うん、なんか名古屋でやっぱ待ってたよっていう人にも会えて、2年ぶりだもんね、うん、あと一緒にねやっぱ遠くからついてきてくれた人とかもいて、うん、なんかやっと違うとこに来れたなと思って、本当にすごい楽しかった。うん、うん、私はあの謎にポラロイドで初めて泣いた。あ、そうね、泣いてたね。なんかラストサマーが結構自分的にグッときて、うん、そのラストサマーって結構転換期、なんか自分の中でのなんかこう一歩外に出た瞬間にできた曲で、うん、なんかいろんなことを思って卒業して、うん、出したアルバムの中の、うんうん、結構自分の中でもすごい思い入れのある曲で、うん、それ歌って結構グッときて、うん、自分にいやいや、まあそりゃなんかグッときたよね。うん、そうだね。でそっから最新曲のポラロイドかかって、うん、うわって思ったんですよ、かかった瞬間に、うん、そしたらパッて見たら目の前で何人か泣いてて泣いてた、うん、その人たちがまあどんな感情なんか何を思って泣いたかは分かんないんだけど、うん、それにもグッときてなんか自分の中でまたうわってきちゃってツーって
かなりね今回そのポラロイドを見てもらいたいと思って、そのフジムとカンベ君がいるから。そうだね、まだコウちゃんが作ってくれて、うん、フジムがアレンジして、うん、2人が弾いてくれてるんで、うん、めっちゃ楽しみにしてくれてたんですよ、うん、めっちゃうまく歌おうって弾き込んでたんですけど泣いて全然もう声太りまくり。いやでも全然歌えてたから私本当に気づかなかった。終わってびっくりした、うん、なんかあれ次違う曲あったっけって本当に思った私がこっち見てるから、うん、何だったっけってすごい考えてたら、あ、泣いてたなんかワンマンできて嬉しいし、うん、遠征もできたし、久々に会う人もいるし、うん、なんか久々に遠征ができたねって言ってくれる人もいて、うん、なんかグッときて、うん、涙出て、でバンドメンバー出てきて安心して、うん、なんか2年やってるからだいぶなんかこうグループ感が強くなってて、うんうんうん、新曲をね今回、うん、恋の方程式を、うん、新たにアレンジしてやってもらったんですけど、なんか雰囲気が大きな時と全然違う。違ったね。かっこよかった。かっこよかった。カメ君がすごい大変って言ってた ね。動きが早いから。めっちゃ大変な曲って言ってて、We Are Always Happy と恋の方程式つながってんのやばいみたいなあのゾーン。ね、言ってたよね。でもなんかそんなこと言いながらもバンドメンバーと次何の曲やります、うん、とか言って、なんかこれアレンジしてやろうとかなって、どんどんレパートリー増えてるんで、うん、すごい嬉しい。ね、いろんなセットリー選べるもんね。組めるようになりそうだし。うん、なんかみんなも楽しそうにしてくれてたように感じて嬉しかったね。楽しそうだったみんな喜んで名古屋飯食べてたもんねそうだね。みんな優しいんですよ。私たち本当にマネージャーさん一人しかいなくて、マネージャーさんが物販してくれてるから、うん、いつも合間のご飯とか、そうなのよね、あの女子バクちゃんがいたら女子バクちゃんが買いに行ってくれたりするんだけど、うん、今回そのバンドメンバーが特典会ないから、うん、あのイクローさんが買ってきますって世界の山ちゃん買ってきてくれたり、そうそうそう、カンベ君があの速攻銀行これ飲みな優しか女子マネージャーのように染みたわ、スッて出してくれたりクエさんくれたりさであのマネージャーさんが物販してる間にフジムがチェキ取ってくれたりさそうそうそう、みんなが助けてくれたね。寺井さんはずっとニコニコしておしゃべりしてくれたずっと見守ってくれてた、見守ってくれてたね。おじいちゃんぐらいの寺井さんはなんか大変やなって言って楽しそうだったよね。楽しそうだったなんかだから今回はバンドとバンドでのツーマンだったし、うん、ワンマンにもバンドメンバーいるし、すごい大所帯でなんか一日過ごして楽しかった、うん、旅一座みたいで、うん、サービスエリア寄ったりとかそうだね、なんかちゃんと名古屋満喫できた。全然外には出てないけど、うんうんうん、またどっか行きたいね。行きたいね。でもこれ今回その先月から4ヶ月連続でイーハピバンドとして活動してて、うん、次は11月20日のハッピーハンバーグフェスでイーハピバンド出演しますので、そちらも楽しみに待っててください。はい、はいはい、ということで、はい、今回は名古屋編についてたっぷり喋ったんですが、はい、またねこのライブの内容とかしっかりもう長々と喋りたいんで、うんうん、YouTube にね、うん、アップしたライブ映像を一緒に見ながら、うん、コメント欄でみんなでワイワイしたり、はい、コンソメとの通話もかなりグッとくるポイントがあったので、うん、その辺もみんなと一緒にね配信見て共有できたらなと思っております、うんうん、はい、オンラインサイン会も開催しますので、そちらもぜひお楽しみください。お願いします。そして次のツアーは、地元編ということで、うん、10月30日に米子アズティックラフズに行きまして、はい、ミオンちゃんとジュビリーちゃんと3組でトークありイベント、あのライブありのイベントをやりまして、はい、夜はジュビリージュビリーちゃんとツーマンライブを行いますので、はい、ぜひぜひ4公演目、はい、ツアー地元編もお越しください。お待ちしてます。ということで、あっという間でしたが今夜も皆さん最後までありがとうございました。おやすみなさい。